こんにちは、おいおいです。ファーミングシミュレーター22、遊んでまいりましょう。パンが高値をつけてます。売却しましょう。加工品の横持ち、家畜の世話をします。牛乳を納入します。スラリーと堆肥をバイオガスプラントに運びます。今月の作業はこれで終わりです。まだ夜明けですが休ませてもらいます。おやすみなさーい。おはようございます。サイレージとバターを売却します。お、雪が降ってますね。まずはバターから。385パレもあるんですか。多いなぁ。
おかしいですね。1000リットル単位で入れてるはずなのに、なんで半端になってるの？羊の草を補充します。お、だいぶ吹雪いてきましたね。さあ、お食べ。ほい。ほい。牛乳を納入します。スラリーと堆肥をバイオガスプラントに運びます。固形肥料、順調に生産してますね。そのうち売却できそうです。よしよし。続いて牛のお世話をします。
サイレージの売却を始めましょう。今回も200万リットル売却します。10往復、事故のないよう頑張っていきましょう。資金が180万ドルまで膨らみました。これを元手に養鶏とハウス栽培にチャレンジしようと思います。それでは今回はこの辺りで終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。